夢と現実の狭間、ファイナルファンタジー10実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。これは下に落ちちゃうんじゃない？行きましょうか。ここがレミアム寺院だったと思うんですけど、違うのかな。ここではメーガス3姉妹ですね、マグ、ドグ、ラグが召喚獣として扱えるようになる場所なんです。ナギ平原のこんな、おお、すげえ、すんげえ吊り橋、おお、すげえ、セーブスフィアがある。一応セーブしとこうかな。じゃあ、左に宝箱かな。チョコボがいますね。あ、ジェクトたちのスフィアじゃないですか。あ、違うのか。ここではチョコボたちが日夜修行を積んでおる。チョコボの良き友よ、どうか修行に協力してはくれまいか。寺院の反対側に手綱をつけたチョコボが待っておる。そなたはそのチョコボに乗ってここにいるチョコボと競争するのじゃ。はい、協力する気があるならば反対側にいるチョコボのもとに急ぐがよい。そなたがチョコボに乗ったとき勝負は始まるのじゃ。了解。ジェクトたちのスピアじゃなかった。あ、アルベドゴ辞書ですか。ヤーゼナ、ヤーゼナヌハ、ヤーゼナヌハアルベド語。ジェクトたちのスフィアじゃないのね。このチョコボと勝負するんだ。多分このチョコボレースで勝負すると、勝負して勝つと何かが得られる。それは間違いない。確かシチオの武器にまつわるアイテムだった気がする。乗るっす。どこに進めばいいか分かんないんだよね。これなんだろうね、緑とか。取れた。当たっちゃいけないってことかな。うわ、結構適当に進んでるけど、あ、宝箱ある。あ、飛べるんだ。なるほど。あ、まず、負けちゃいました。宝箱があるよね、各地に。あれって回収すべきなのかな。あれ上にもあるじゃん。ちょっと見てみようか。あ、そんな一気に。おお、じゃあこっち行けばいいんじゃん。すげえ操作しづらいこのチョコボ。勝つだけなら簡単そうだけど、多分あの宝箱、あ、やっぱりそうでしたね。スピラーの各地に隠された封印を解除できるアイテムだが、今は力を失っており役に立たない。どこかで力を取り戻せるだろうか。記憶が正しければ、おそらくはマカラーニョの森かな。多分そこで力を取り戻すことができるはず。この鏡は、そっちか、いいんだよね。で、これでここ戻れば2つ目をゲット。どこまで落ちるかな。そこか。これきついかな。
いた。一応2つ取ってみた。あー了解、ポール接触しちゃいけないみたいですね。なるほどなるほど、だいたい趣旨はつかめたんで、まあ、また今度挑戦するか、やっておくかですね。曇った鏡が取れたんで、あとアルベドゴ辞書も回収できたし、行きましょうか、メガ三姉妹のところへ。ん？ああ、よく来たな、ユーナ。ベルゲミーネさん、お久しぶりです。ここは一体レミアム寺院、かつてナギ平原の中心地だったが、神に襲われ見捨てられたのだ。そんなとこに一人で住んでんのかよ。あんた何者なんだ。話せば長くなるな。これでわかるはずだ。死人か。あんたも死者か。異界送りはやめてくれよこんな体になっても私にはまだやれることがある。若く未熟な召喚士の修行に力を貸す、それが私の役目だ。さあ、ユーナ、神を倒す力が欲しければ召喚獣で私に挑むがいい。あ、バルファレしかダメなの。よろしい、ではさあ始めるとしよう。待って、バルファレはちょっと全然育て上げてないんですけど。バハムートか。あ、違え、バルファール。あ、そっか、まずは好きな召喚獣を呼ぶがいい。バルファーレに勝てってことか。で、一番育て上げてるバハムート、もし勝てないようだったら、召喚獣を育てるんじゃなくて、ちょっとユーナの能力を上げて召喚獣たちを強くしようかな。ここら辺は大丈夫、ただシューティングで食らうとまずいから。そっか、わざとかあったんですよ。あ、ね、あ、そりゃそうか。ゾンビアタックガードしてきたね。そりゃそうか。そこまで。そこまで。もう十分だ。ベルゲミーネさん、いい声してんな。成長したな、ユーナ。私にとっても喜ばしいことだ。取っておけ、役に立つだろう。雷の魔石。父親を超える実力をつけたか、私を相手に証明してみろ。今度はイフリ。よろしい、では手合わせの前に。さ、これはそうか、順番に倒していかなきゃいけないんだね。するとあと 4,5 戦をしなきゃいけないんだ。じゃあこの動画内頑張って倒すだけ倒していきますか。どこでアニマを出すか。好きな召喚獣を呼ぶがいい。バハムートがもう少しでたまるんですよね。じゃあここはバハムートに頑張ってみます。ダメージ限界突破してるよ。
まだ生きるか、すごいな。あ、倒れましたね。そこまで。そこま。強い。そしてかっこいいバハムート。さあ次はイクシオンですね。成長しとっておく。はい、ありがとうございます。どんどん行きますよ。さ、次はアニマ出していきましょうか。これはイクシオンですね。すごい、三次元的な能力がある。三次元じゃない、四次元的な能力がある。好きな召喚。はい、アニマ今回初なんで登場シーンが出ます。あ、シーモアが使ってたか、そういえば。うーわー、すげー、サイレントキルだね。あ、あれ首飾りはお母さんじゃないですか。うわー、でかー、ペイン。あ、技大体覚えてるんですね。ペインは痛みとかって言うんですけど、あー痛そう。動けないはずなのに皮外れた。あ、結構強いですね。アニマは最初からダメージが突破されてるんですね。限界突破。イクシオンは回避してる。どういうこと？あ、そういうことか。OK、倒しましたね。バハムートか。そこまで。成長したな、取っておけ。ありがとうございます。チョコボの王はありがたい。頑張ります。シバよろしさ。呼ぶがいい。シバの登場シーンもかっこいいですね。もう一回アニマでいいかな。これはかなり省略されちゃってますね。二度目なんで。ペイン。ブルザラ。これで溜まるよね、とりあえず。次のバハムート戦に一気にオーバードライブ技でしてみようかなと思って。ここでは使いません。あ、2発でしたか。そこまで。そこまで。エルゲミーヌさん、レミアム寺院にいるっていうことはメガス3姉妹使ってくるのかな。成長した、取っておけ。メガポーションありがとうございます。これはいい。さ、バハムト。よろしい。さ、おお、かっけー。
ら召喚獣を呼ぶがいい。でかい。ベルギミーネさん顔が隠れちゃってるわ。バハムーンの羽根のせいで。まだ溜まってないよね。ちょっと溜まってないよね。カオスティック D、 カオティックだし、カオティック D。 うお、冥界に引きずり込んで、アニマの下半身が攻撃するってことでしょうか。うわ強そう。あ、鎖が解放された。左、これはきつい。そしてエクスプロージョン、オーバーキル、オーバーキルとかあったんだこれ。バハムート撃破。そこまで、もう十分だ。成長した、取っておく。花の冠を手に入れました。父親を、あ、もうこれ以上ないんですね。あの奥に行きたいんだけどな。あ、行けた行けた。何らかの力で封印されている。え、まだ行けないのか。あれ？だったら今んとこベルゲミーネさんと戦う必要なかったんじゃないか。まあいいか。はい、それではつぼみの冠だっけ、花の冠かな、をもらえたんでよしとしましょう。それでは今回はここで終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。